こんにちは、三茶整体の関野です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日も先生方にですね、治療のヒントアイデアをですねお届けしていきますので、どうぞ最後までご覧になってください。はい、今日はですね金曜日の配信になりますので、こちらですね質問リクエストをいただいております。こちらにお答えしていきたいと思います。ではちょっと読み上げますね。関野先生、いつも動画ありがとうございます。 ありがとうございます、先日ですね、私ですが肩甲骨の動画を拝見させていただきました。私自身、背中の痛み、肩甲骨の痛みで悩んでおりますが、先生の手技を見てすごく受けたいなというふうに思ったんですけれども、ですね、自宅が遠いので、先生のところに行くことができません。何か自分でできるアイディアがあれば教えてください。よろしくお願いいたします、ということです。リクエストいただいた方ありがとうございました。こちらの方、おそらく治療家さんではなく一般の方だと思いますね。本当に僕の動画、今一般の方もね、見ていただいて、そこから僕の院に来ることが非常に多くなっております。でも距離が遠くてですね、来れないという形で、自分でですねこの肩甲骨どうにかできないかということをですねお話しされていましたので、そちらをですね今日はお届けしていきたいと思います。自分でもできるですねこの肩甲骨剥がしですね、その今見た患者さんじゃないですけども、このユーザーさんは僕のですね多分肩甲骨剥がしの映像を見たと思いますので、それを自分でもできるその肩甲骨剥がしエクササイズっていうのをちょっとお届けしていきたいと思います。実際に僕はこれ患者さんに指導させていただいているものにはなります。すごく簡単にはできますので、ぜひですね今日の映像を見てですねご自宅でやっていただければと思います。やり方としてはまず手をこのように乗っけてください。こうですね、片側ずつで全然構いませんので、このように乗っけます。でこのままですね肩を大きく回していく、こんな感じですね。でポイントとしては、肩をこの肘をこう回していくんですけれども、肩甲骨ですね、肩甲骨がちゃんと動いているかどうか、これを自分で確認しながらやってくださいということですね。よくわかんないなっていう方がいれば、このように自分で肩甲骨を触った状態でこういうふうに動かしていただけると、肩甲骨が動いているのがわかると思いますので、このように一回触って確認していただければいいと思います。でこのように後ろから前へ回していくのと、あと前から後ろにこう回していく、このように肩甲骨を大きく動かしていくエクササイズがあります。あとはこのままですね、肘をこういう感じですね、内側外に広げる、で内側に閉じるというですねエクササイズもあります。でこのようにですね肩甲骨を大きく動かしてあげることで、この周りの筋肉ですね、で周りの筋肉がしっかりと緩んでくるような形になりますので、整体の先生がやっていくのと同等の効果が得られると思いますので、ぜひやってみてくださいということですね。大体僕が患者さんに指導していくのは、この前回し30回、後ろ回し30回、あとはこれも往復30回、特に難しいものではございませんので、やはり時間にしたら大体2、3分、もうちょっとかかるかもしれないですけど、それぐらいで終わるものではありますので、両方ともやってくださいねってことなんですけども、やっていただくことでこのように肩甲骨がしっかりと動いてきますよということですね。で肩甲骨が動いてくると、この何ですかね、両手でこういうふうに手をこう合わせるとか、こういうことが簡単にできる、指標の人、患者さんの指導の時、指標としてね、これできますかって、後ろでこう手を拝むポーズできますかってことですけども、これが簡単にできるようになってきます。それが簡単にできると肩甲骨が動いている証拠にはなりますので、これも指標にしていただければと思います。いかがでしたでしょうか。今日はですね治療家さん向けというよりかはね、一般の方からのリクエストがありましたので、そちらにお答えしていきました。一般の方もですね、治療家さん、整体師、セラピストさんもですね、ぜひですねアンケート、リクエストいただければ何でもお答えしますので、こちらのアンケートフォームからいただければと思います。はい、それでは本日動画は以上になります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。